はい、こんばんは。毎度、こんばんはでございます。はい。あのー、そろそろですね、2023年のプロ野球の日程が発表されるかなと思うんですけれども、なかなかね、毎日毎日、あの、ツイッターでこうやって、あの、見てるんですけど、なかなか発表されないんで、まあ来年はね、ついにね、チュニジュラゴンズ4の開幕戦なんじゃないのかっていうね、あの、期待もありますんで、早く発表してほしいなと思うんですけど、あの、 来年ね、例えば名古屋ドーム開幕やったとしたら、2014年ぶりっすよ。2014年ぶり。2014年っていつやねんって話になってくるのはもう9年前。9年前ね、川上健進が、あの、神戸同でやってね、それ以来も名古屋ドームで開幕戦ないんですよ。もうそっから今日セラのね、5回席やのとか、ほんまにもういろいろ、あの、なんか、2019年の横浜は寒かったし、2017年の東京ドームはすごい超えてたし、みたいなね、いろいろありましたけどね。まあやっぱりね、ホーム開幕がね、 まあ、一番いいことはないけど、まあ、ビジターの開幕はまあ、楽しいなら楽しいけど、やっぱり、ね、あの、あの、ホームで開幕できるっていうのはやっぱ強い証なんで、はい。あの、これからも続けていってもらいたいなぁと思うんですけど、なかなかね、まあ、これ、今年例えば何個でも開幕でも来年はね、あの、ビジター開幕になっちゃうんで、まあ、そろそろね、ホームでもやってほしいなぁっていうふうに思ってたんで、まあ、ちょっと時期的にはいいかなと思うんですけど、まあ、あのね、 あのこれから、これからっていうか、どん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 来年もね、強くなってもらって、再来年も強くなってもらって、ずっと強くなってもらうとね、ずっとホームで開幕できないんで、はい、あのずっとね、強いドラゴンズでいてもらうために頑張ってもらいましょう、はいあの。来年ね、名古屋ドームであの、久しぶりに多分開幕戦ができるんじゃないのかなと思うんで、はい、あのー、3ついきますよ、3つ。3ついきます。3ついって、その後多分ぶんすかな。はい、分からんけど。 ま、そんな感じではい。今日の動画は終わっていきたいと思います。来年の開幕戦は名古屋ドームでみたいなね。このあの感じでやってやっていきました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。